皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイットブル2023上を紹介していきます。7月13日のライブアップデート、名称変更についての動画撮っていきます。各チームに在籍する選手監督を、独自の名称に変更させていただくというお知らせが来ました。降格クラブに関してはまあしょうがないかなと思うんですけど、まあ、その中で、ドイツでレバークーゼンとボルフスブルグも対象になっているということで、まあ、2024非搭載クラブになるんじゃないかなという話です。ということで今回週刊 FP 復刻がね、続々毎週来てますけど、今後もし復刻週刊 FP が復刻されたとしても収録されない非搭載になる選手をまずはチェックしていきたいと思うんですけど、どういう選手たちが今後復刻されないのか確認していきましょう。ワールドカップ期間のね後からのものを紹介していくようになります。まずはですね、レバークーゼンに移籍したグリマルドに関しては、まあ、非搭載、まあ、移籍してるのでそもそも週刊 FP 復刻来ないと思うんですけど、持ってる方もこれは最終的に非搭載になるんじゃないかなと思ったりもします。どうなるんでしょう。さあまずはこちらですね、ヨナス・ウィンド選手、190センチのリンクフォワードで、これバグ強なんですかね。リンクフォワードイコールバグ強のイメージあるんですけど、サイズのあるリンクフォワードですね。こちらもおそらく復刻されません。まああとはやっぱりここですよね。2月16日中型アップデートで登場したビルツ。まああの書き方だとビルツも復刻対象にはならなさそうということで、まあ移籍ね、したとしても復刻しないし、所属したままでも復刻しないし、八方塞がりになってしまいました。はい、優秀は優秀なんですが、そして持ってる選手ももしかすると2024は非搭載候補に入るかもしれません。移籍したらどうかな、移籍しても無理かな、その辺がどうなるのか。移籍したらワンチャンあるんで移籍を願うか、ビルツを取ってくれるクラブはどこなんでしょう。はい、あとはレバークーゼンからで言うとフリンポンもそうですね、こちら割と強かったワンパスルーパス持ちじゃなかったっけ、この2列目バージョンも復刻対象にはならなさそうと。あ、そうですね。ワンパスルーパスとかついてるやつですね。そしてパラシオスもそうですね。はい、こちらの選手です。まあ、こちらの選手は確か星4でね、搭載されていたんで、まあ、すごいガチスカ級って感じではなさそうですか。波大きいですね。ということで、直近ね、確認していったんですけど、3月30日以降、その他ヨーロッパに所属するドイツ2クラブからはね、週刊 FP 見事に登場していませんでした。何かね、事前に測ったかのようにね FP を出しておりませんでした。ということでビルツなんかはおそらく復刻週刊 FP が登場したとしても非搭載で対象候補に入ってないと思いますし、2024になっておそらく非搭載候補になると思われますので、ご注意ください。さあ復刻対象ではなくて、事前に復刻もされていたりとか登場していたのか確認していきましょう。まずボルフスブルグ側で言うと、まずはゴールキーパーのカステールス選手、197の守備的で波小さいで、まあ、初期とかならねバリバリ使ってたっていう方もいるんじゃないかなと思う。ゴールキーパーおそらくこの選手も引き継ぎできないんじゃないかなって気がします。はい、あとはアンカーとして登場したアーノルト選手も、これは引き継ぎ不可の対象になりそうです。キック力がね91と魅力的な、適性も広い選手ですね。はい、一方レバークーゼン側ですけど、まあ、週刊 FP で言えばフリンポンだったりとか、あとはディアビね、すいません、先ほどね、こちらも今後復刻対象だと思うんですけど、挙げておりませんでしたけど、ディアビもそうですね。ちなみに2種類います。こっちは復刻対象になってたかな、もう。まあ一応、週刊 FP ではないんですけど、ハイライト、フィーチャー系の、レバークーゼンの選手とか、まあ、パトリック・シック、まあ例えばヨナタンダーとか、まあこの辺もおそらく、非搭載になってしまうんじゃないかなと思われますので、ぜひチェックしておきましょう。はい、ということで7月30日ライブアップデート以降って書いてるんですけど、獲得ができなくなるということは引き継ぎの発表が、まあ、来週ねやってくるんじゃないかなというところになりますので、ぜひぜひその辺も注目してみてください。来週おそらく引き継ぎ発表されるはずです。ビルツが入ってるのかその辺もね検索してみましょう。こちらのチャンネルイフットボール情報で紹介してます。チャンネル登録しない方ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。